はいどうも皆さんやってまいりました森ちんです。今回も MHFZ の動画撮っていこうと思います。今回はですねこちらの武器がついに完成したということで、こちらの武器なんでしょうかね。こちらですねアルボーラエペというね武器なんですけれども、祭りで作れる、片手剣の転移武器になってますね、片手の転移武器なんですけれども、これがやっぱ強いと強いです。すごく強い。こいつがめちゃめちゃ強いので、もうねもう作るのすごい大変だったんだけど、今日はねこれの試し切りに行きたいなと思います。倍率は784で、シジルと、GSR の補正でここまで上がってます。表示1000まで行くとはと思ったけど、いやまさかね行きましたね。ということで、まあとりあえず行くんですけれども、まあ竜属性なんでね、こいつはね、まあ竜属性だったらハルドメルグでも行ってこようかなっていうふうに思いますので、レッツゴー。せっかくだからねハルドメルグ行きたいよね。こいつ竜属性ねすごい効くんでね、まあでもねこいつは死銀の弾強いからね結構行くことになるとは思うんですが、結構ね大変なんだよねこいつね結構大変。なるべく尻尾とかね狙えたらとか、まあ、頭とか尻尾とか狙えたらなとは思うんだけど、ほい強いよ。こうやって膝ついちゃうから強い。もうこれねこいつ結構強いからね、麻痺武器がおすすめですよ。でも僕は竜属性いいと言っても、よいしょ、この攻撃が癒しなんだよ。この攻撃の時になんとか頭をね攻撃してこの状態にしてあげたいというか、今ねなんかすごいエフェクトが変わったと思うんだけど、あの状態ってちょっとダメージがすごい、ちょっとどころじゃないな、すごいダメージが通る状態なんですよ。なんでねあの状態をなんとか保ってあげたいというか、保ちたいっていうのがねありましてね、よいしょ、あの状態保っておくとマジでめちゃめちゃダメージがね通るんで、すごい大事。あ、今なんかすごいね来るね、来てるね、ほい、よいしょ。でこいつすごいね避けるの大変だったりとか、まあなんかこう結構時間差攻撃みたいなねチックな攻撃も多かったりするんでね、結構避けるのは大変かなあとはこの下のねなんか水銀チックなやつ、これがね来てるんですよ。かなりこれがかなりねダメージが通るというか、ダメージがじわじわ来るんで、火事場は結構きついかな。吸血があるなら全然大丈夫だろうけど、火事場結構大変だったりするね。よいしょ、さあ止まれ、あーダメだ、くーダメか。なかなか僕はでもね前コンがまだ強かった頃はねよくバシムコンで来てましたよ。すごい弾かれてたけど、危ない。あ、いいね、そう麻痺るんだよ、そう麻痺は来るんで、でこいつ尻尾はね破壊だったり、こいつの V 破壊は頭だったか、頭で角が出て、で翼破壊で翼が出て尻尾が出る尻尾はね破壊なんでね、切断じゃないんでね、そこだけね、よいしょ、あだしまった、あー攻撃したい。あ、いいね、このエフェクトが出てる時はマジでダメージめっちゃ通ってるから、しっかりと攻撃してあげてね。多分この時は腕なんだろうな、結構ねその攻撃するたんびにこの銀がね剥がれていくんですよ。銀なのか分からんけど、これが結構剥がれていくんでね、そのタイミングを狙ってやっ、ね、攻撃してみるとすごくいいんじゃないかな。ここいつまでもここでやるの僕は嫌なんだけど出た最強攻撃、ガード負荷のこの攻撃、ビューン、ぐるん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 、大丈夫かな僕、これ苦手なんだよな、すぐ当たっちゃう。いくよ、ほい、あーダメだったダメでした。これがね当たっちゃうんだよね。これね今のぐるぐる回ってたんだけど、あれマジでいってんの早っという感じで、さっきの攻撃はねぐるぐる回ってもう先に緊急回避で外側に逃げちまえばいいんだけど、まあ中に行ってタイミングよくドーンと回避するでも OK です。ということでね、いや強マジでいってる、うわー強いわアルボーラエペ。こちらのアルボーラエペはフルフルの素材で作れるんですけれども、まあ、なかなか大変でしたね。うん、特に翼が大変だったかな、やっぱり。うん、すごい大変でした。もし片手剣ね、転移武器どれがいいかなって迷ってる人は、とりあえず、まあ、今度来るティガレックスのやつが一番いいなとは僕は思ってるんだけど、その次ぐらいだ、というか、まあ、属性があるなら絶対これなのでね、これになるんで、作っておくといいと思いますよ。まあ、祭り勝たないとってのと、祭り勝ってしかもね、フルフルの素材なんで、ちょっと大変なんですけど、いや、すげえ強いね。いや、ビビったね、すげえ強いわ。僕の今、最強のシジルをぶち込んでるからってのもあるけど。てなわけで、ありがとうございました。今回はこんなもんで、次回お楽しみに、グッドバイバイバイ。